まさふみさんのニューモデル TD035 について紹介していきたいと思います。ギブソンの339というモデルがありまして、このモデルは全部削り出しで作ってます。和楽器バンドの町屋さんもすでにあったんですけど、今回ニューモデルの S ホールを作ったんですけど、こんにちは、最後ニューマテリアルギターズの久保地です。今日はこちらのアートスクールやモノアイズのギタリストとして活躍中の戸高まさふみさんのニューモデル TD035 について紹介していきたいと思います。イエーイ。それでは行ってみよう。ニューモデルとして制作いたしましたこちらの TD035 セミフォローのモデルになります。戸高さんにはまあ前々から結構サゴの楽器を使っていただいてて、今回戸高さんよりフォローの楽器が欲しいということでご相談を受けまして、モデルとなっているのはギブソンの339というモデルがありまして、まあ、よく聞く335よりちょっとちっちゃいモデルなんですけど、その339をイメージして制作をしました。サコとしても初めての技術がたくさん あるので順番に、ね、紹介していけたらと思います。まず、ボディ加工ですね。こういうフルアコとかセミアコみたいな感じのモデルって、トップ材とバック材とサイドの材を薄い板を曲げてこの形にしてこう接着しているものが多いんですけど、まあ、弊社にはその曲げる木を曲げるための機械がないんですよ。まあ、なのでアコースティックギターだったりとかこういうフルアコみたいなこともオーダーって基本的に受けてないんですけど、今回このモデルは全部削り出しで作ってます。削り出しっていうのはこうバック材1個のこの大きさのバック材をこう中をくり抜いて全部削ってフォローにしてます。なのでトップ材のアーチもトップ材を曲げて作るんですけど、これ全部削り出しで作ってます。こういう削り出しの方法だったら弊社でもセミアコを作ることができるので、今回ちょっと挑戦してみました。でこれ中開けてみると空洞になってて、トップもバックも厚みが全部4ミリで均一になってます。で全部4ミリになるように裏側もこうアーチがつくように。すごくない？すごいですね。NC ルーターっていうコンピューター制御で動く機械があって、そのデータ制作も今回初めてやったので、まあ、結構なクオリティでできたんじゃないかなと思います。と通常のセミアコとかだったら大体センターブロックって言って、ここは木が入ってるんですよ。でこの上と下が空洞になってる感じが多いんですけど、このモデルに関してはセンターブロックがないので全部空洞になってます。なのでまあよりフォロー感が強くなる。重さもだから軽いですね。ボディのシェイプ外周自体は、ギブソンの339より若干大きめなんですけど、厚みはちょっと薄めになってます。もう一個のポイントがこの S ホールです。今回ニューモデルの S ホールを作ったんですけど、弊社にもともとある S ホールでいうと和楽器バンドの町屋さん大村さんのシグレの S ホールが弊社の S ホールとしてすでにあったんですけど、まあ、この S ホールとギブソンとかでよく見られるダイヤモンドホール、こうひし形になってるやつとこうどっちにしようかなって悩んで貼って、それやったらこう間ぐらいの、まあ、どっちのいいとこも取った新しい S ホールを作ろうということで弊社のスタッフがデザインしました。和樹さんが一生懸命作ってましたね。和樹さん、皆さんご存知和樹さんが。これおしゃれですよね。今回 の, そのテーマとしてはこうモダンになりすぎずトラディショナルな感じを残したまま、だから結構ここの形が変わるとよく見る F ホールだったりとか、まあ、ダイヤモンドのホールだったりとかを見慣れてるから形が違うとやっぱ違和感が出てきたんですよ。けどこれそんなに違和感なくないですか？違和感なくかっこよくこのホールをデザインできるのはやっぱすごい。うん、すごい。カズさんすごい。皆さん称えましょう。ネックなんですけど、コンジラスマホガニのネックにシバンガインドローズになってます。でこのブロックインレイが、これもギブソンの339で見られるブロックインレイなんですけど、ちょっと普通のブロックインレイ、ちっちゃめのブロックインレイになってます。ネックシェイプなんですけど、もともと戸高さんに使っていただいているサゴの SG はサゴを使う前に持ってはった SG のグリップシェイプに合わせて作ったんですけど、そのグリップが結構分厚くて、分厚いというかこうネックの厚みは細いけどネックの厚みがすごく分厚くて、なんかこう引きにくいって話を伺ってて、でツイッターとかでもちょこちょこ上がってると思うんですけど、グリップのリシェイプをしました。でそのリシェイプで元々の SG から2ミリぐらいちょっと厚みを薄くして作ったのがすごく戸高さん気に入っていただいて、まあ、リシェイプしたグリップを元にそこからさらに1ミリ薄くしてほしいということで結構薄めのシェイプになってます。でシェイプ自体は C シェイプです。今握った感じサゴのスタンダードな C シェイプよりかは厚み自体は実はあるんですけど、幅がすごく細いんで握った感じめちゃめちゃ握りやすいですね。これ私すごい手ちっちゃいですけど、それこそ手がちっちゃい方とかにすごくいいグリップなんじゃないかなって思います。めっちゃ引きやすい。これ
あとポイントとしてはカラーですね。アンティークペルハムブルー、アンティークペルハムブルーというカラーです。ちょっとこう焼けた感じといいますかを演出するために上から黄色っぽいクリアソーを吹いてます。そうすることでヴィンテージ感というのが出ます。すごく細かいメタリックが入っているので角度によって若干こう見え方が違ったりとか、横から見ると黄色っぽく見えるんですよ。っていうのもこだわりポイントの一つですね。バックもネックも全部アンティークペルハムブルーです。戸高さんに実際写真をお送りしてこんな感じでできましたっていうのをお見せしたんですけど、めちゃめちゃ気に入っていただきました。やばい、美しすぎるって言ってくださってたんで、戸高さん一押しだと信じてます。一押しです。で、あと見た目で言うとピックガードですね。今ベッコ、茶ベッコのピックガードがついてるんですけど、こちらの黒のピックガードに変更できるように黒も製作しています。というのが見た目的特徴になります。あと、パーツ系ですね。ピックアップが弊社の LX ピックアップが搭載されています。で、これも今お持ちの黒い SG の方に載ってるピックアップをすごく気に入っていただいてたので、それを元にそれよりちょっとだけマキスを、コイルのマキスを多くしてパワー感をアップさせたピックアップを載せてます。コントロールは2ボリューム2トーンのトグルスイッチですね。はい、というニューモデル TD035。 サボで言うとこういう完全セミホロのモデルって今まで制作してこなかったので、削り出しでここまでできるという、正直ちょっと初めてやったので実験的な面も多かったんですけど、完成したので、ぜひね、皆さんもこの戸高さんと同じ TD035 を持っていただけたらなと思います。こちらの TD035 お値段がこれくらいです。動画にご協力いただきました戸高正文さん、ありがとうございます。ぜひたくさん聴いてください。バイバーイ。